皆さんこんにちは。楽読インストラクターの矢野平です。今日はですね、自力と他力で幸せになろうというお話をしたいと思います。よくですね、ギバーとテイカーの話をされると思います。与える人と奪う人という感じですね。与える人を目指しなさいとよく言われますけど、苦手な人もいます。自分には無理かなとか、そう思ってしまう苦手な方もいると思います。そんな方に自分で、そんな方でも、感謝力を高めると、自分でも、幸せ度が増します。してもらったことを決して忘れない。心から感謝する。そうすることで感謝力が高まります。これを高めていくと、幸せ度が増していきます。いつもない方を見なくなってある方を 見るようになるので、心が温かくなっていきます。はい、それとですね、もう一個、それは自力でなんとかやろうとするんですけども、他力も使いましょうと、こんな人と付き合うと運気が上がるよという人がいます。さあどんな人でしょうか。明るい人、元気な人、ワクワクしてる人、エネルギーが溢れてる人、確かにそんな人と付き合うのも、いいです。ただ自分の性格としてですね、そこまでいけないなとかいう方もいらっしゃると思います。疲れるかもしれないですね。ではどんな人、と付き合った方がいいのか、答えを言いますと、あなたのことを何の根拠もなしに大丈夫って言ってくれる人、根拠のない、承認みたいな感じですかね。何の根拠もないのに大丈夫だよと言ってくれる人、こういう人は素晴らしいですね。こういう人が近くにいるとあなたはどんどん幸せになっていきます。根拠なく大丈夫って言ってくれる人、そんな人に出会ったら離れてはいけません。その人をつなぎ止めてください。その人と一緒にいると幸せ度がやっぱりどうしても増していきます。いやそんな人いないよって、出会ったことないよって言ってたら、まずは自分で鏡に向かって、あ、大丈夫大丈夫大丈夫と言ってみてください。あ、言えないという人もいるかもしれないですけど、とりあえず言葉だけでもいいので、思ってなくても大丈夫大丈夫大丈夫って呪文のように言ってると、そう言ってくれる人が現れます。そういう自分の波動でいるとそういう人を引き寄せると言われてます。あと日本人特有でですね、大丈夫と言われてもそう言われてもっていうふうに受け取れない人もいますけど、そこは素直にありがとうと言って受け取ります。あとですね、あなたなら大丈夫だよと言ってる、言われた方も、幸せになるんですけども、言ってる方も実は効果があります。なので、根拠なく、大丈夫だよ伝える。そうすると、見えている顕在意識の方でなくて潜在意識の方にこう語りかけるようになるんで、徐々に徐々にこれが変化していくみたいです。私もまだまだ途中なんですけど、少しずつ変わってきてますかね。自分の気持ちとか思いとか、そういうのも、
変わってきております。くじけそうになるときですね、そういえば私のそばにあなたなら大丈夫って言ってくれる人がいました。それは私の妻です。はい、今日は以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です。